はい、どうも。今日も質問トップバズは初心者でも稼げますかの動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、2月26日火曜日ということで、もう2月も終わりです。来月に向けてですね、来月3月には商品の販売を決めている、ところではあるんですが、それに向けてといってはあれですけども、今日もですね、この質問プップバスは初心者でも稼げますかについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、先日ですね、23日、2月23日土曜日に、新しくアカウントを作りました。本当にゼロです。分かっていただけると思うんですよね。22日は収益反映されてません。23日に作って23日に収益が発生しております。はい、ここもゼロです。ゼロベースから始めました。なので、今まだトップバズやったことないよっていう方であれば、こういう感じですね。始めてすぐに収益が出るよっていうことを、ご理解いただければなというふうに思います。で、今日の収益ですね、反映されたものが2月25日分ということで、結果がいくらかというと2352.08円、2352.08円ということで、収益がですね、上がってきております。上がってきております。で、見栄えの話なんですけども、ちょっとここで、あれ？電卓がない。あと、じゃあ初日の4.26円から3日目の2352.08円、何倍に収益が何倍になったのか、いきたいと思います。08、2352.0、あれ、間違ってる。2352.08ですね。割る4.26は552倍ですね。収益、1日の収入が3日で、2日でか、2日で552倍になる。なかなかないことかなと思います。見栄えとしてもいいんじゃないかなと思いますし、1本の動画ですね、1本の動画が1万、今3000ぐらいいってます。で、その他にも1000ですね、再生回数1000回以上というものが3、4本あるということで、だいたいトータルで1万8000回ぐらいの再生がされて、トータルが3188.17円と。で、今月分が収益引き出しできる基準ところまで、ぜひ行きたいなと思ってますし、そのボーダーラインは5000円ということなので、あと1812円ぐらいいけたらなと思います。で、ここで、お伝えしたいのが、23日からどういうふうな作業ですね、作業をしているのかということなんですけども、23日に10本動画を上げております。
で、24日も10本動画を上げました。で、本日ですね、25日かな、25日も10本上げてます。で、本日26日もですね、9時50分ぐらいから動画を上げ始めました。で、やっぱりですね、10本だと1時間ぐらいですね、1時間ぐらいかかります。これが5本だと30分以内でも、5本だと本当に早いですね。20分、15分から20分なんですけども、10本上げるとなると、今日実際にかかったのは9時52分ぐらいから10時50分ぐらいまで、約1時間ですね。1時間かけて動画を、10本アップロードしております。なので、どうですかね、昨日も10本なので、今日の収益が2352.08円ということで、時給2352円というふうに考えれば、まあ悪くないんじゃないかなと、まあ、そういう考え方もですね、時給換算するのが一番分かりやすい、まあ、馴染みがありますよね。どれぐらい働いてどれぐらい稼げるかっていう、まあ、コストパフォーマンスというか費用対効果、まあ、そういったところも意識しながらですね、まあ、100時間働いて0円っていうのは、やっぱりインターネットで収益を上げていきたい、将来的に上げていきたいっていう人が一番最初につまずくところとして、まあいろんな収入の上げ方は学んでいけばですね、いろいろ学ぶことができると思うんですが、ブログをやるにしても、ブログ、YouTube、まあ、各種 SNS をやったとしても、すぐには収益にはつながらないという性質をインターネットは持ってますので、まあ、その中でも、収入をですね、まあ、その日の作業がほぼその日に、その日もしくは翌日には収益として、まあ、確認できると、まあ、反映されているということで、まあ、本当に、まあ、続けやすいというか、結果が数字として見えますので、まあ、ここが、トップバズをやる、まあ、メリットの一つ、そしてトップバズを、まあ、きっかけにですね、まあ、将来的には、まあ、さらに大きく、まあ、売上収益を上げていく、まあ、ストーリーを今後ですね、作っていくことを考えれば、とてもいい、まあ、コンテンツというか、まあ、収益を上げるためのプラットフォームなのかなというふうに考えておりますし、もう、まあ、トップバスだけでいいんだよと、もうそれ以外も何もやりたくないということであれば、それだけでも、まあ、収益は上がりますし、まあ、いろんな人ですね、月3万円だけでいいんだよっていう人にも最適ですし、月3万円稼いでですね、収益、売上を上げて、さらに将来もうちょっと自分のお昼の仕事の給料と同じぐらいインターネットを使って稼ぎたいんだっていう方にとってもですね、もう一番最初のきっかけ、インターネットで収益を上げるという、まあ、経験ですよね、体験、経験をする上ではすごく、最適なコンテンツだと思いますので、ぜひトライする価値があると思います。今日はこんなところでですね、動画を終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。